はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は今ねガレージの前にいるんですけども、これからキッシュチューブミーティングというものがありまして、そちらに伺おうかなと思います。キッシュさんという方がねキッシュチューブという YouTube やってて、このチャンネル見てる方で、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、そちらの YouTuber さんが企画する、イベントにこの FXR で行こうかなと思います。すごいね面白そうなコンテンツがたくさんあるミーティングなので、楽しみです。で、岸さんのイベントには岸チューブランというのが去年かなありまして、そちらに1回参加させてもらってます。なのでイベント的にはね2回目の参加となります。で、今からね、埼玉の加須というところまで行こうかなと思います。まだ都内なので1時間ぐらいはかかるのかな。とりあえずのんびり安全運転で行こうかなと思います。はい、今首都高に乗って埼玉方面向かってます。今日はね非常に天気が良くてバイク日和と言ってもいいかなと思います。高速乗るとね少し肌寒いんですけども、しっかり着込めば全然耐えれる寒さかなと思います。とりあえずこのまま加須のねインターまで突っ走りたいなと思います。いやそれにしてもね FXR でめっちゃ調子いいです。そろそろ加須のインターチェンジに着いたので降りようと思います。あともう目的地まで 4.5 キロなのですぐかなと思います。今日はね東北道全然道混んでなくてすごいスムーズに来れたんで、結構予定より早く来れたかなと思います。ちょっとねどんなミーティングになっているか非常に楽しみなんで、引き続き岸チューブの方向かっていきたいなと思います。あのバイクもハーレーですね、ショベルですね。いや ETC ついてると便利ですね。やっぱり久々に ETC 使った気がします。この辺はね走行街っぽいですね。もうあと5分もしないで着くと思うんで、このままのんびり行こうかなと思います。で、今日はね入場料が1000円かかるみたいなんですけども、普通のチケットとあとプレミアムチケット2000円があって、今日は普通のチケットで入場しようかなと思ってます。すごいリーズナブルな金額設定でこうイベント行けるのでね、すごいありがたいですね。この昨今いろいろ高騰してる中、非常にリーズナブルでありがたいです。いやのどかですね、なんか初めてこの辺来ましたけど非常にのんびりしてて雰囲気いい感じですね。今日はね10時スタートなんですけど、今もう11時手前でイベント入るのにね並んでないといいなと思ってて、まあ、結構こういうイベントはね入場するのに結構時間かかるんで、どうなってるかがちょっと心配ですね。ハーレーがどんどん会場の方に向かっていきます。ここみたいですね、もう並んでますね。ちょっとめちゃめちゃ混んでますね。はい、会場に着きました。もうめっちゃバイク並んでて大変なことになってますね。ちょっとのんびり片付けて中行ってみようかなと思います。はい、無事に会場着きました。もうバイクめっちゃ止まってます。とりあえず受付して中に入ろうかなと思います。もうハーレー関係なくいろんなバイク来てますね。川崎の Z900RS とかいろいろあります。まだスタートして1時間なんですけど、1時間でこの感じだともっと時間経つといっぱい来るかなと思います。これローライダー S ですね。なんか結構カスタムしてあります。とりあえず高速が結構飛ばしてきたんで寒いっすね。普通にコーヒー飲みたい感じですね。ちょっとあんま時間ないんですけども、パリッと見て中見てこようかなと思います。はい、中入りました。なんかいろいろ物販がやってますね。ステッカーとかワッペンとかあります。ちょっと中ぐるっと一周見てみようかなと思います。
遠藤自動車さんのバイクありますね。オートロトショーにもね出展されていたメーカーさんです。すごい有名なメーカーさんです。で奥の方にはもうイベントやってて、すごいバイクですね。カブもあります、忍者もあります。旧車はあんまりなさそうですね。たまにパンとかショベルがある感じですね。 TM ガレージさんですね。これすごいですね。あんまりこの手のバイク詳しくないんですけど、これ岸さんの Z900RS ですね。かっこいいですね。やっぱりめっちゃ綺麗にヘルメットもなってますね。全塗装なんですごいですね。結構ね、あの出展されてるメーカーさんが多いんで、なんか欲しいものあれば買っていこうかなって思います。ブレイクアウトはあります。なんか奥では抽選会やってますね。周りのショップさんを見に行こうかなと思います。まず今日のタイムスケジュールです。今11時なんで抽選やってますね。あとじゃんけん大会とかで、12時から YouTuber さんの挨拶で、14時にも抽選会やって15時に終わるという感じですね。まあ、ちょっと今抽選会やってるんで、後でちょっとこの会が終わったら会場撮ってみようかなと思います。このアーリーがちょっとすごいなって思って、今ね動画撮ってます。6級のアーリーなんですけど、こう全部彫刻がされていて、タグも綺麗に模様が入ってますね。ヘッドはもちろんですけども、腰下の部分もねこう綺麗に入ってます。すごいですねこれ。オイルタンクの部分も入ってますし、あとミッションのところもねこんな感じで入ってます。でリアはディスクなんですけども、ブレンボのキャリパーが2つ付いてて、しっかり止まる感じの仕様ですね。でリチウムバッテリーなんで、めちゃめちゃコンパクトなバッテリーになってます。セルがちょっとついてるかわかんないんですけども、あでも本当に今パッと見た感じすごい綺麗なバイクだなと思います。タンクの模様もねこんな感じで、これは花なんですかね、ゴールドの模様がペインティングされてます。でこのキックの踏むとこもね、多分これ真鍮とかなってて、マフラーの先っぽも多分これ真鍮になってるっぽいですね。でスプリンガーで、でめっちゃネックパックが寝てますね。まあ、これは遠藤自動車さんオリジナルのこうスタイルなんですけども、ボバースタイルですごいかっこいいなと思います。まあ、こういうバイクね遠藤自動車さん売ってるんで、ぜひねホームページチェックしてみてください。他にもねショベルとかエゴとかいろいろあるんで、いろんなバイク作ってるんで、オーバータイプのバイク欲しい方はね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、午前中のイベントが終わって、ちょっと今一段落した感じですね。でこんな感じで飲食店もあったり、ご飯食べるスペースもあったり、あと買い物するスペースもいろんなねあのショップさん出されているんで、なんかそういうのを見ながらゆっくりいろんな人のバイクを見たりできる感じです。ちょっとねあんま時間がないんで、これからねバイクをサクッと取って引き上げようかなと思います。ではちょっとバイク取ってきます。
はい、会場出てもう外にいます。結構ね人たくさん本当いて、すごい盛り上がってるイベントだったなと思います。時間的にあんまりゆっくりできなかったんですけども、少しでもね結集部ミーティングに参加できてよかったかなと思います。またね機会があればぜひね参加させていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。